そもそもこの従軍慰安婦とか、こう慰安婦とか、あるいは慰安婦問題と言われるこの問題、そもそもどういうことなのかということを、まあ、予備知識のない方にちょっと分かるようにご説明いただきたいんです。まずですね、従軍慰安婦問題、過去4回起きてるんですね。そして私は第1回目のその問題の時から関わってるんですが、第1回目の時からの私の主張は、慰安婦という女性たちはいたと、しかし慰安婦問題はないということをずっと言ってきたんですね。それは何かというと、何々問題というからにはまだ解決すべきことが残っているということで、もう解決すべきことが残ってなければ歴史的事実になるわけですけれども、歴史的事実として慰安婦という女性たちはいたわけですよね。でしかし外交的にはまず1965年の日韓条約で完全かつ最終的に解決するということを両国が決めてますし、そもそもその65年の条約でも問題にされるべき性質のものでなくてですね、つまり権力による連行というのは証明されてなくて、貧困による人身売買の被害者の方たちであったということですから、二重の意味で問題として取り上げるべきことではないということなんですね。で、一番よく分かりやすいのはですね、韓国の初代大統領は李承晩という人で、日本でも反日政策をやったって有名ですよね。で、李承晩時代も実は日韓国交正常化のための外交交渉が行われたんですが、その時ですね、李承晩政権は日本からなるべくたくさんお金を取ろうとして、8項目のリストを出したんですね。対日請求要項というんですけども、その中にも慰安婦問題は取り上げられてないんです。当時、時代、その同時代を生きてた人たちからするとですね、その人たちこそ慰安婦の存在を知ってるわけです。しかし慰安婦で何か保証とかが取れるということは李承晩大統領も思わなかったんですね。ところが、1983年になって、吉田誠二という変な日本人がですね、嘘をつくしたんですけども、彼が本を出すんですね。私の戦争犯罪、朝鮮人強制連行っていう本で、そこで性奴隷を連行したと自分で言ってるんです。軍の命令でですね、最終島に行って、女子挺身隊員を動員したと、若い未婚の女性やですね、赤ん坊を抱いていた母親を連行してその場でレイプしたということを自分がやりましたという本を書いたんですね。89年にその本が韓国語で翻訳されまして、で韓国の最終党の現地の新聞、最終新聞という新聞があるんですが、その女性記者が、吉田さんはどこで連行したか場所を書いてるんですね。あと時間も書いてるので、そこに行って現地に取材したんです。そしたらですね、住民が口を揃えてそんなようなことはなかったと、吉田は嘘をついてると語っているという記事を現地の新聞記者が最終新聞の89年の8月14日付に書いてるんです。しかしその記事はほとんど注目を集められなくて、日韓の歴史学者や反日運動家の中で、挺身隊という、挺身隊というのは制度ですね、国家制度があったわけです。戦争のために労働力を動員する制度ですけども、挺身隊として女性を連行して慰安婦にしたという嘘が静かに拡散していったんですね。そしてそれが前史としてあった上で、第一次騒動が始まるのが1991年から92年にかけてですね。ちょっと口が挟むとですね、91年の8月っていうのが実は、私は NHK で、その慰安婦問題に直接、僕自身は関わってないんですけど、僕ともう一人の担当者がですね、その僕は強制連行の取材をして、もう一人の担当者がその慰安婦をして、両方二人でその韓国に取材に行ったんですね。それでその時にその
今おっしゃった、うん、そのヤーフというのが、まあ、ある種の都市伝説としてずっとあったんだけど本当にあるんだろうかということで、まあ、現地 の, その、まあ、詳しい情報源の人に聞いてですね、うん、両方で50人ぐらいの男女にこう聞いたんですけど、うん、あの我々の予想に反してですね、要するにその軍に引っ張っていかれたっていう人は一人もいなかったんです、うん、でこれはどうなってんだろうなと思って、で、うん、まあ、だから番組としてはね割とこう地味な番組になったんだけど、うん、その後、うん、その福島みずほさんが、うん、その金閣寺さんを NHK に連れてきて、ね、でこの人が慰安婦ですって言って、うん、でその人がニュースに出て、うんうん、それでわーっと大騒ぎになったんですね。その今金閣寺さんっていう名前が出ましたけど、はい、この金閣寺さんっていう人が、まあ、あの初めてですね、私は慰安婦でしたと名乗り出た女性なんですね。で、あの一番最初にその金閣寺さんのことを書いたのは韓国の新聞ではなくて朝日新聞なんです。だからある面で改革付きの特ダネだったんですけども、それが91年の8月11日でしてね、でこれが第5報なんです。ほぼ同時ですね、でも、はい、あの、ま、元朝鮮人従軍慰安婦、うん、戦後半世紀重い口を開くという見出しでですね、そうそうそう、こう書いてあるんですね。日中戦争や第二次大戦の際、女子挺身隊の名で戦場に連行され日本軍人相手に買収行為を強いられた朝鮮人従軍慰安婦のうち一人がソウル市内に生存していることが分かり、韓国挺身隊問題対策協議会が聞き取り作業を始めた。これがその記事のリードです。しかし、ここでつまり女子挺身隊の名で戦場に連行されたと書いたわけです。これは吉田が言っていることそのままですね。しかしじゃあこの金さんは何て言ってたかというとですね、その後韓国の新聞に記者会見した時にはあのこう言ってるんですね。貧しさのために母親に40円で金銭に売られたと、うん、でその買った義父が自分を日本軍の駐屯地に連れてったと。で実は、彼女は まさに福島さんたち、なんで彼女福島さんどこ行ったかというと日本政府相手にあの戦後保障を求める裁判を起こしたんですけども、そうそうそう、はい、でその裁判を起こすのも日本人がビラまいて裁判を起こしてあげますよって言ったのから始まったって変な話なんですけども、うん、とにかくその裁判の訴状を見ても40円で売られたと書いてあるんです。 それなのに朝日新聞は挺身隊の名で戦場に連行されたと書いたんです、うん、でこれが第5報なんですね。 NHK は そこは書かなかったんです、ええ、だからこれが問題で、じゃあ彼この朝日の記事を書いた記者は上村隆という人 で韓国に留学してたんです。で、うん、その後、まあ、都会になるんじゃないかと言われてたんですけども、その上村さんは実はですね、韓国の女性と結婚してるんですね、まあ、別に韓国の女性と結婚してるから悪いんじゃないんですけど、その女性は特別な人で、実は日本政府を相手にその保障を求める裁判を起こしてた遺族会の幹部の娘なんです。で遺族会の幹部の娘と結婚していたからこそ韓国の新聞より先に歴史上初めて名乗り出た従軍慰安婦のインタビューが取れたんです。取れたら韓国語できるんだから本人が言ってる通り書けばいいんですよ、うん、40円で金銭が売られたと言ってるんですから、それを書かないで挺身隊と名で戦場に連行されたと書いたんです。これで騒ぎが起きたわけです。金銭で売られているというのは冒頭申し上げた通り人身売買による被害者であって、権力による被害者じゃないんですね。それでまあそんなことを問題提起したら、あの月刊文藝春秋が取材をしてくれと言われて、で92年の2月に韓国まで行きまして、その上村さんのお母さんにも会ったり、いろんなことを取材したんですね。まあ、ちょっと前後になっちゃいますけど、その第一次その慰安婦騒動はその92年の1月にですね、宮沢総理大臣が韓国に来たんですね、はいはい、その時時の野田大統領に8回謝ったんです、うん、でそこでも首脳会談での議題になったわけです。だから朝日新聞の誤報が8月 で、うんはい、で次の年の1月には日韓首脳会談の議題にまで慰安婦がなってしまった。それで8回謝って日本政府は調査を約束したわけですね、うん、でしかしおかしいと思って私は文藝春秋で取材をしたのが、40円で売られてる人を朝日新聞の記者が、うん、でも自分の義理のお母さんの裁判を有利するために嘘の報道してると、うん、許せないというようなことを書いたわけですね。でその時ですね、実は
外務省の北東アジア課に取材に行ったんです、うん、で首席事務官に会えたんですが、まあ、完全オフ力だということだったんですけども、うん、その時私の質問一つだけでですね、総理は8回謝ったと、うん、じゃあ何について謝ったんですかと、権力による強制連行があったということを前提にして謝ったのか、それとも貧困による被害者に対して人道的に謝ったのか、後者であるならば、なぜ戦前の吉原に売られた日本の女性に謝らないのかと、全くよね、というふうに質問したらですね、これから調べますというのが外務省の答えだった、うん、これから調べることについて総理に8回謝らしたんですね、うん、まあ、ここからも間違いなんですよ、まあ、それが我が国の外交です、うん、特に対アジアは、うん、だからまさに朝日新聞が嘘を報道すると、そうすると外務省がビビって問題を先送りするために先に謝ると、うん、謝るけれども事実は調べてないと、うん、いうことを、まあ、私は3月発売の月刊文藝春秋に92年に書いたわけです、うん、でその後ですね、それを読んだ後に現代史学者の畑幸彦先生が最終章まで行ってですね、うん、吉田のことを調べて、先ほど申し上げた現地の新聞がでっちゃけだと言ってるというようなことについて再確認されて、そして、日本政府は1年かけて過去の文書を徹底的に調べるわけですけれども、もちろん女子挺身隊という制度と、これは国家総動員法に基づいて勤労動員して、はい、うん、軍需工場で武器を作ったわけですね。全然違うもんですね。全く違いますよね、うん、それと慰安婦は別物であると、そして慰安婦を権力によって連行したと示す文書は一つも出てこなかったんですね。まあ、朝日新聞が報道した文書があるんですが、これは軍の名前を語って業者が人狩りみたいなことをやってると、それを取り締まってほしいっていう文書があったわけ、うん、ですね。それがなんか軍が関与してた証拠だとか言って、それ、その文書が出てきてしまったんで、加藤浩一さんがビビって最初の官房長官で出すんですけど、まあ、そしてその後ですね、残るのは今度は本人たちの証言ですね。金学人さんに続いて何人かの慰安婦の人たちが名乗り出たんですね。それについても日本政府はきちんと調査をしないで、ただ話だけを聞きに行ったんです。その時福島みずほが立ち会い人で行ったんですけども、はい、韓国のですね、学者はきちんとした調査をやったんです。ソウル大学の名誉教授のアンビョンジク先生がキャップになってですね、40人の当時名乗っていた40人の慰安婦について聞き取り調査をしたんですね。でそれは繰り返しやって、で当時の歴史的事実と合うかどうか裏付け調査をしたんです。そして本を一冊出したんですが、その前書きの中にですね、残念ながら話が矛盾する人がいると、その人についてはこの本に載せなかったと言って、載せた人が19人です。40人調査してですね、まず半分を落としたんです、韓国の学者がですよ。そしてその中で、本人が強制、権力による強制だって言ってる人は4人です、うん、そのうち1人が実は金学人さん、ね、うん、そうなんですよ。でね、それは NHK が、うん、時間的には多分僕 NHK の先だと思うんですけどね、うんうんうん、なんで朝日があれだけ大スクープになっちゃったかというと、うんうん、NHK に出た時は金学人さんはまさにそのお金で売られたという話をしたんですよ。いやだから全部言ってるんです。そうだからね、朝日は嘘をついてる。そう、慰安婦が初めてカミングアウトしてきたっていうのは大事件だったんだけど、それはそのいわゆる従軍慰安婦ではなくて、そのまあその人身売買でね売られた気の毒なおばあさんという話だったで、NHK は基本的にそういう扱いだったんですよ。だからまあちょっと話題になったんだけど、ね、ドーンとその、ね、日韓関係を揺るがすという話にはならなかったんですね。それ朝日が間違えたことで、これが大変な騒ぎ、女子挺身隊なので戦場に連行されたと書いたんですから、はい、間違えたって知ってて嘘をついたんですけど ね、はい、だから本当にこれはなんていうか誤報じゃなくて捏造なんですよね、うん、そうですね、まあ、ひどいと思うんですけども、まあ、それでところがちょっとまあこれもそのおばあさんかわいそうなんですけども、私が桂川だって文藝春秋に書いたんですね。そしたら彼女証言を変えてですね、40円で売られたんだけど、うん、義理のお父さんに連れられて北京の食堂にいて食事してる時に日本の軍の部隊が現れて、それでトラックに乗せられて連行させたんだっていうふうに証言を変えたんです、はい、
それが19人のうち、強制を言ってる4人のうち1人なんです。だからもう1人はブンさんというおばあさんで。